今朝はですね、資源ごみの回収の段ボールをまとめる作業をしていたら、ここになんか一人巣だと思って住んでる人がいます。この段ボールは次回に回します。2週間後にということにしましょう。よかったね、ワンちゃん。ワンちゃん、そんなに面白い？これだって面白かったよ、ちょっと、うん、お父ちゃんが潰している潰しているところに入っていたもんね。かわいいね、ワンちゃん。ワンちゃんって八つ上がりでいいわ。かわいい、ワンちゃん。はいはい、じゃあ遊び場にしてください。うん、研ぎ終わった。ポンちゃん、もう一回研いでごらん。ポンちゃん、あれ、おしまい、おしまいなの。開封して直後にポンちゃんが爪研ぎを使ってくれたんですが、カメラが絶対追いついていません。今のところ研ぎ終わったところを今日初めて撮りました。おめでとう。おめでとう。ポンちゃん、ポンちゃん気に入ってます、気に入ってます。いいね、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、もっとやっていいんだよ。もういいの、ポンちゃん。はい、もういいでしょうか。ジャン君はまだ気がついていないようです。気づいてないのかな、まだやったことないのかな、うん、やってみて、あって思うんだと思います。そうなの。私たちが気づいてないだけで1回くらいやってるんじゃないの、ポンちゃんくん。やってないな。ポンちゃんやってるの見たらやってごらん。うん、だってさ、ポンちゃんを見習えるんだったら襖開けられるはずだからね、ジャン君。見てるからね。待ってるんだよね、うん、ポンちゃんが開けるの待ってるんだよね。うん、ジャン君、え、ジャン君、うん、うん、ポンちゃん、はい、ジャン君、ポンちゃん呼んできてくれないかな。もうだいぶ長いこと暑いとこにいるんだけど、ポン、ポンちゃん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 、ポン、
ちゃん君迎えに行ってくれる？ポンちゃん、ポンちゃん、じゃあジャン君お願いします。ポンちゃん、ポンちゃん、あれそう、あえて迎えに行かず待つっていう作戦なのね。ジャン君賢いね。ポンちゃん、ポンちゃんおいで。ジャン君、ジャン君、ポンちゃん、はい、おかえり。気がつかなかった。カメラも止めちゃってた。暑かったんじゃない？もう遅い時間だからそうでもないか。あ、大丈夫そうだね。ポンちゃん、はい、ポンちゃん、はい、はい、はい、パン。お腹すいたのかな。もうすぐママちゃん帰ってくるよ、きっと。どうぞ。はい、ポンちゃん、ポンちゃんはなんか甘えるね。ポンちゃん、ポンちゃん、ジャン君はおとなしく寝てるね。目開いてるよ。ポンちゃん、